はいどうも皆さんこんにちは、今日はですねちょっと面白いレンズのね話をしていきたいなというふうに思っております。ピクスコっていう名前のブランドですかねの C マウントの 35mmF1.6 というね、小さな、レンズになっております。はい、こうすると見えるかな。ここが絞りですね。 1.6 からドゥ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 と16までいきますね。でピントリングがここになっております。と私はこれ C マウントアダプター込みでいくらだったかな、4000円くらいで買いましたね。なんかこのレンズ形がなんかあれですね、あのコシナのフォクトレンダーのノクトンクラシックでしたっけ、 40mmF1.4 あれになんかすげえ形似てるなーって思ってたんですよね。なんかそのせいもあったか使っててすごい気分は良かったです。はい、でフィルター径はですね、何ミリだっけ37mm ですね。というわけでね、早速写真を軽く撮ってきましたんでね、見ていきたいなと思いますけど、まずですね、はい、郵便ポスト写ってると思いますけど、まあこれほぼ開放で撮ってますね。イグジフ乗ってないので絞りわからないんですが、確かこれ開放です。なんかもうすごいふわーっていう感じのボケ方してますよね。こうなんか若干ポストの縁もシューサーを感じるような感じもありましてね、それも相まってね、 1.6 開放 1.6 35mm APS-C で使うとね 50mm ちょっとくらいの標準レンズとして使えてっていうことでね、ボケ量も後ろ結構あっていい感じじゃないかというふうに思います。で一転してですね、ちょっと川に向かってね一発撃ってみました。これもなんかほぼピント無限遠なんですけど、あんまり合ってる感じないっていうか、このふわーっていう感じのね、いかにもなんかオールドレンズな描写をしてるなというふうに思いますね。この今お見せしている川の写真意外と好きなんですよね。これちなみに北上川ですね。まあ東北に住んでる人おなじみの川だとは思いますけどね、すごく大きな川ですね。はい、では次どうします、逆光とか見てみますか。はい、今逆光の写真にね、切り替わってると思いますけど、うわっとなんか白い破裂がフレアっていうのかな、これね、ちょうど建物の上あたりに太陽がありまして、そっち側向いて撮ったらね、これも開放かなほぼでね、このふわーっていうこのフレアがね、なんかすごいいい感じに味あるなーっていう感じのフレアですよね。でなんか中心の方なんか出ちゃうようなレンズですねこれ。いやでもなんかそう、ノスタルジックっていう言葉が似合うレンズですよね。で次の写真ですけど、そこのね、道から道じゃないや同じ道の反対側に移ってね、軽く奥の方に抜けるような構図で撮ってみましたけど、なんかこれも信号機とかえらいことになってるし、これも逆光なんですよね。その逆光っていうところでやっぱこう逆光に弱いですねこのレンズ、まあ、毒を持って毒を制すっていう言い方がこう似合うようなレンズですね。逆光弱いんじゃなくてそれを逆に利用していくっていうスタイルでね、写真撮っていくとすごいいいんじゃないかなというふうに思います。でちょっとボケ見てみましょうか。とまず玉ボケいきましょう。今見せております写真は木漏れ日が玉ボケになってますけど、まあすごいですね。まあ何ですか、年輪ボケほどぐるぐるしてはないんですけど、なんかね縁がなんかですわな、これちょっと縁が結構キラキラしてる感じの玉ボケで、端っこに行くとやっぱ割とね大口径の標準レンズということで、まあ若干こうレモン型のね、後継色が出てるかなというふうに思うボケですね。でちょっと次の写真うわっ
って思うんですけど、これ銀杏の実なんですね全部。でこのボケ見てもらうと分かると思うんですけど、なんかこう若干ぐるぐるボケというかね、そういうのも感じるようなレンズだなというふうに思っております。で打って変わってちょっと近接で生垣の方をね、狙ってみました。だいぶ前の方にピントを合わせておりまして、そこからスーッと後ろの方にねボケていっております。まあ、いわゆる背景ボケというか後ボケっていう感じのね写真になりますかね。まあ、意外とスーッと綺麗にボケてってるかなって感じもしますけど、まあ2000ボケも若干まあ感じますね。まあでもこれもまた味ってなんか常駐的なことを言いやがってって感じですけど、まあ味ありますよね。で絞りね 1.6 開放とギュッと思いっきり F16 まで絞ったものをお見せしていきたいなというふうに思いますけど、まず、道端にね落ちてた落ち葉、これもみじかなの落ち葉なんですが、開放で撮るとふわーんと、ね、中心は割といいんですけど周りが結構ふわーっとしてて、若干こうねさっきも言いましたけどぐるぐるボケみたいなのも感じるようなボケ味になってるかなというふうに思います。で一転して F16 を絞るとこうシュバーンと意外とシュッとした描写持ってくるなというふうに思います。で最後の写真ですが、街の方に向かって1枚撮ってみました。まあ換算 50mm ちょっとっていうことで、まあすごい狭くもなくね、かといえ広すぎずいい感じにね、落ち葉じゃないや、なんだっけ、こう木の枝がねいい感じにかぶってて、で街が映ってて、その街もね前の方とか端っこの方ふわーっと映ってて、こう真ん中に視線がね寄っていきそうな写真になってて、あなんかノスタルジックだなっていう描写にはなっているようなレンズですね。まあただこうさっきも見てもらいました通り、絞ると割と映るかなっていうね、レンズですね。そして逆光にはすごく弱いというレンズでございますとね、いろいろ見ていただきましたと。はい、ということでね、今回はこの、ノクトンクラシックに形がすげー似てるって思ったこのピクスコの、35mmF1.6 というねCマウントの安いレンズのお話でございました。なんかこれ色違いもあるみたいですね。ちなみにこれ APS-C 用ですね。 EOS M5 でちょうど蹴られなく使えるくらいのレンズになっております。意外と綺麗な玉でしょ。はい、ありがとうございました。